どもどもチェスターです。今日は原作ラノベが超人気なラブコメ、お隣の天使様にいつの間にか鏡人間にされていた件の1話が放送されたので感想を話していきます。やっぱラブコメ作品って当たり前ですけど、ヒロインちゃんの可愛さ、これが重要じゃないですか。もちろん見た目もですけど、声優さん、キャラデザ、主人公との絡みなどなど超重要な点があると思うんですけど、そのどれもが最高に良かったです。ヒロインの椎名真昼ちゃんのキャラデザも可愛いし、最初から主人公とデレデレって感じではなく、少しずつ距離が縮まっていく感じ、すごく良かったです。しかもこの作品のいいところが、ある大きな出来事で一瞬で距離が縮まるのではなく、少しずつちょっとした出来事が積み重なってって感じで、なんというかその過程が見ていてすごくいいんですよね。あ、ちなみに今回は主人公の藤宮柊君と椎名真昼が話すようになったきっかけの話なので、すごい大きな展開があったわけではないんだよね。だから2話以降どういう風に距離を縮めていくのか、これがめちゃくちゃ重要な作品かなと思いました。あ、ちなみに作画はめちゃくちゃ良かったです。完成度がすごく高いので今後が楽しみですね。